ケイユクスは、ギリシア神話の人物である。長母院を省略してケイユクスとも表記される。の二人が有名。アルキオネイの元を去る。ケイユクス戦場で嵐に愛最後を遂げるケイユクス。明けの明星ヘオスポロスの子で、ダイダリオオンと兄弟。アルキオネイの夫。妻と幸福に過ごしていたが、アポロドーロスによると互いに、自分たちをゼウスとヘーラーとしばしば呼んでいたため。 神々の怒りを招いた。ケイユクスが船に乗っている時に、ゼウスに来帝を放たれ死んだ。その後歳のアルキオネーの枕元に亡霊となって現れ、彼の死を知らぬ妻にそのことを告げた。アルキオネーは、悲しみのあまり海に身を投げ、哀れに思った神々は二人を鳥に変えた。デッサリア地方を流れるスペルケイオス川の南岸のトラーアキース地方の王、アムピトリオ,オンローイで、 ヘイラクレースのママ父。ヘイラクレースと仲が良く、しばしば、エウルステウスから彼をかくまった。ケイユクスの息子ヒッパソスは、ヘイラクレースと共にお怒りア王、エルトスと戦争をした際に殺された。ケイユクスの娘のテミストの絵は、キュクノスと結婚した。ありがとうございます。